ちは PS ハリーポッター魔法の覚醒10回目になります。はい、ダニエルを交流します。焚き火がある。まだ消えてない。きっと誰か近くにいるんだ。おかしい。月光草を採取してる人が他にもいるとか。待って、何か匂う。魔法薬をこぼしたりした？してない。なんだか懐かしい匂いだな。何かの魔法薬に似てるけど思い出せない。まずは匂いの出所を特定しよう。こんなところで何かに巻き込まれるなんてごめんよ。何？燃えかすに何か残ってる。これはガラスの破片？周りにはバラバラになった薬草の茎があちこちに散らかってる。明らかに変な状況ね。誰かいない？このテント何かにひっくり返されたみたい。いくつかの足跡が草むらまで伸びてる。人間の足跡だけじゃない。匂いがきつい。葉っぱがべちょべちょに濡れている。まるで何かの魔法薬をかけられたみたい。何か見つかったか？うん、誰かが魔法薬を作ってたと思う。焚き火の周りに捨てられた薬草の茎と焚き火に残されていたガラスの破片を見つけたの。何かを作ってた痕跡を隠蔽しているような印象を受けたよ。その魔法薬が動物たちの注意を引いてた。テントのそばには戦いの痕跡が残ってて、足跡が禁じられた森の奥まで伸びていて、人間の足跡以外もあったの。あそこが一番匂いがする場所だ。どんな魔法薬か知らないけど、そこにいっぱいこぼれてる。でもどうして？この茎、見覚えがある。トモシリソウにラビッチ、大葉のノコギリソウだ。それって？間違いない。混乱薬だ。先週作ったばかりだから絶対だ。なんでこんなところで混乱薬を？どんな薬なの？一口飲むとイライラしてめまいがする薬だ。混乱薬を魔法生物に使ったらどうなるの？わからない。魔法生物に対する効力は魔法使いのと違う。魔法生物には効果がないものもある。うん、でも予測不能な動きをするようになるだろうな。あ、えい。これの使い方が分かった気がする。何？これ、これ、これかな。そうみたいだね。ん？レディースタート。なんでレディースタートなんだろうね。レディーゴーのようにやるんだ。どっちでもいいことだ。暴れやな。あ、待て待て待て、みんな大丈夫。仲間出すのあれじゃない？まだこっちに来る。え？きっと混乱薬に引き寄せられてるんだ。どうする？あちこちから来てて厄介だ。待てよ、どうにかなるかも。さあ、なんで？欲しいものをあげるよ。ん？え、混乱薬は、これを投げるの？あ、そうなの？あれ？ん？もう投げてもなくない？ねえ、グレイシアスマキシマ。何？インセンディア。
いいね。ありがとう。でも魔法生物たちのことが心配。大丈夫かな。大丈夫。しばらくすれば魔法薬の効果は切れる。でも一応ハグリッドに報告しておこう。面倒を見てくれるかもしれない。運が良ければ魔法生物たちに夢中になって俺たちに罰則を課すのを忘れてくれるかもね。そうしよう。だけどどうして森で混乱薬なんて作ったのかな。本当の目的は他にあって、それを隠そうとしたとか。一つ言えることは単なるいたずらじゃない気がするってことだけだ。誰かが魔法生物を利用して魔法薬の実験をしている。今はそうか。ただの悪ふざけならいいんだけど。うん、とりあえず目下の問題は解決したね。ああ、混乱薬の薬効についての収穫もあった。また魔法生物の大群に遭遇したらどうすればいいかも分かったね。なんかクオが後ろにいるんですけど、これ何ですか。あ、いなくなった。ダニエルと会話がこういう、なんで、え、キリンと合流。またいきなり、あ、待って、これね、あれ、これアイテム定期的に取れるんだよね、もらえるんだよね。わあ、結構はい。共鳴か。いや、いいですね。何、ちょっと待って。共鳴ってあるんだね。ん、ん、ん、 B。 あれなんか間違えちゃったの。え、何か。ボタン間違えたかな。え、スケープをしただけなんだね。出ちゃったのかな。はい、じゃあ行きましょう。でもここで P 押せるか。押せるね。あ、上がらないのか。照明を変更する。あ、最大値ね。あ、ダメだね。はいはい。じゃあ V。こんにちは、ケビン。頑張ってるね。え、なんか画面が。ロビンから隠れてるんだ。また雪合戦をしたいとか言うから。なるほど、気持ちはわかるよ。でもダニエルも私も結構痛い目にあったからね。ロビンの命中率はすごすぎる。魔法をかけてるんだ。だからロビンの雪玉はいびつな形でもよく飛んで、必ず標的に命中当てられた方が痛いだけだけどね。そんな呪文わざわざ本で探す必要ないよ。え、なんだろう、何か近くですごく騒がしいね、これ。多分ロビンはいたずら専門店の人にあの呪文を教えてもらったんだと思う。あー、ウィズリー？ウィズリー・ウィザード・ウィーズのこと？行ってみようかな。え、何が、これすごく下がったね、今ね。はい、じゃあ V。 ごめんください、ウィーズリーさんいますか。え、目の前にいるよ。いらっしゃいませ、おちびちゃん。どんなのをお探しかな。おすすめはこのゲーゲートローチ。ズル休みをするのにもってこいだよ。鼻血ヌルヌルヌガーも最高さ。一丁ぶちかましたいって時にはこのゲーゲートローチだけど。ごめんなさい、実は私買い物に来たわけじゃないんです。ウィーズリーさんが雪玉呪文が得意って聞いて。確かに学生の頃は雪と氷の芸術をたしなんでいたね。クリスマスを祝うには誰かの後頭部に雪玉をぶっ放すのが一番だ。だろ？その通りです。そういうの
です。練習してみたけど、なかなかうまくいかなくて、私の雪玉はなぜかいつも標的から大きくそれちゃうんです。呪文をうまく使いたいなら練習あるのみだけど、種類によってはいたずらごっこも結構重要になってくる。俺でよければコツを教えてあげようか。はい、お願いします。いいですか、ぜひお願いします。え、またイフ、あ、バトルなんだこれも。とんでもない才能の持ち主だね。雪合戦の相手にはなりたくないな。ウィーズリーさんのおかげです。ありがとうございました。俺の方こそ感謝してるよ。どうしてですか？こんな風に思い切り雪合戦を楽しんだのは久しぶりだからさ。まあ実は雪玉呪文について聞いてきたのは君が初めてじゃないんだけどね。ロビンのことですよね。知ってます。それが私がここに来た理由なんです。もう雪合戦で彼女に負けるのはコリコリで。はは、大変な目に遭ったみたいだね。だけど明日からは違う。そうだろ。ところでズル休みスナックボックスはいかが？特別に半額にするよ。はい、もういいかな。はい、おいしい、いただきました。あれ、必要の部屋に向かう。え、なんか鍵を入手してる。あ、なんだ、ムービー。ここだ、我が友よ。入学名簿はいかにもこの部屋の中にある。友の無実を証明できる情報が見つかるはずだ。そうね、さすがにいっぱい登ったから。鍵がかかってる。ゴス様、どうやって入るんだ？鍵を使うのだ。健闘を祈る。え、変わったとこに鍵があるね。アイビーがいれば取ってもらえるのに。え、セクタムセンプラ。自分力を合わせればみんな大丈夫。僕たちは仲間なんだ。インセンディオ。サンダーバード。これは意味ないか。アンティポディーを。うわ、なんだ、なんか一
痛くない？大丈夫？なんか痛かった気がする。バンバン花火。分かったわ。あ、え、なんだった、なんだったの、普段買ってばよかったのかな。この辺りは最近の日付だね。何年か前のページを見つけないと。待て、触っちゃダメだ。先生ですらこの本を触ってはならないって前に母さんが言ってた。調べたい名前を声に出すんだ。あの入学名簿さん、アイビー・ウォリントンのページを。あった、アイビー・ウォリントン。同じ名字の人はいない。確かに。でもよく見ろ、7年前の日付だ。きっとアイビーが最初に魔法を使った日だ。もう一人は違う時期に魔法の才能に目覚めたのかも。だとしたら別のページのはずだ。でも彼女の名前は知らないし、本も触れないのにどうやって探せばいいの？知ってる別の名前で試してみよう。ダニエル・ページを見せてくれ。あった、私の名前もロビンもだ。ロッティはどうかな？ロッティ・ターナーのページを見せてくれ。へえ、ロッティは小さい時から魔法が使えたんだ。見ろ、その産業上、ウィニフレッド・ウォリントンだって。 WW ってトランクのイニシャルだ。アイビーには本当にいたんだ、姉妹が。でももういない、アイビーが消しちゃった。忘れたの？カサンドラ、どうしてここにいる？後をつけたのよ、アイビーは罰を受けるべきだから。あの子を助けるためにザクイブラを見せたとでも思っていたの？まさかね。そんなのどうだっていい、大切なのはアイビーだけ。ふん、あの子は危険よ、退学させるべきだわ。いい加減我慢の限界だ。フリペンド。ふん、これであなたと私の1対1よ。望むところよ。あ、今回気合入ってたね、今ね。望むところよ。力を合わせればみんな大丈夫。インたちは仲間なんだ。あ、これ、これね、これね、カサンドラのね、アンティポディ、なんだろう、あれ、うま、ん、の人どれだけ暴れ柳ユニコーンか。違う、ほら、この人、なんて言ったっけ。よし、いった。グレイシアス・マキシマ。ん、あ、結構やばくない、体力。え、大丈夫これ。モンスターブック。あ、どうも表示が少ないと思ったら、あのインセンディオ、この方の方はね、安全表示にしてあるんです。これパソコンの方は多分デフォルトのままだから、サンダーバード表示が少ないんだと思う。うわ、分かったわ。セクタムセンプラ、セクタムセンプラ。どっか逃げるか。あれ動かないの？なんで？モンスターブック。これ本には書いてないわよ。ん？インセンディオ。あ、まだかな。サンダーバード。ここ？ああ。できない。セクタムセンプラ。うん。結構休んでる時間あるよね。やっぱり魔力が高くなってるから。あれなのかな。頑張って。グレイシアス・マキシマ。あ、いいね。
もう終わり。マジか。これで決まりかな。あれ。いや強いな。でもさすがにこの辺になってくると全部で5章ですね。アイビー助かった。来てくれて嬉しいよ。だって仕方ないでしょ、ゴッサマーが大変だって言ってて。そしてあなたは助けに来てくれた。これが本当のアイビーだよ。自分を信じて。それはどうかな。あなたたちが無事ならそれで十分だよ。ほら、姉妹の名前を見つけた。ウィニフレッドって名前に聞き覚えは？ない。これ以上何もしないで。面倒ごとに巻き込みたくないから。カサンドラがマクゴナガル先生に告げ口したら私が責任を取る。ほっといて。待って、アイビー。こっちに来たと思ったんだけど、いないみたいね。どこにいるのかな。待って、ここ見覚えがある。入学した日にアイビーを見つけた場所だ。トロールのタペストリーがあるってことはこの辺に扉があるはずだ。前はどうやって見つけた。わからない。ただアイビーのことを考えてたから。アイビー、お前を怖がってなんかない。力になりたいんだ。アイビー、言ったでしょ、ほっといてよ。それは全然聞こえなかったな。そんなことより何してるんだ。探し物だよ。何探してるの。それがわからないの。ここは特別な場所なんだって。願えば何でも手に入るの。新学期の初日、私はこの部屋のおかげでみんなに見つけてもらえた。そうだよ。そして今日もあなたを見つけた。俺たちは力になりたいんだ。でも、もし助けてほしくないって言ったら、もし助けるべきじゃなかったら。過去の記憶を見たでしょ。私危険なんだ。俺はお前を信じてる。それに本当に来てほしくないなら俺たちはここに入れない。お前自身も誰かに見つけて欲しかったんだ。だから手伝わせてほしいな。わからないの。何を探してるのか私自身も分かってないんだよ。分かってるはずだよ。あのトランクを見て。そこ、その WW ビニフレッド・ボリントン、あなたの姉妹のものだよ。ずっと彼女を探してたのよ。本当にそう思ってくれるの。私全然覚えてないのに。それになんで彼女がここに。うん、意味じゃない。他の何か危険な何か。誰なの。わからない。ウィニー。違うわ、アイビー。ウィニーではない。考えて。あなたは私を知っている。違う、そんなことありえないよ。でもこれが事実だわ。まだわからないの。私はあなたがずっと探していた相手。ずっとあなたの背後にいたのも私。上級魔法を使ったのも私だし、クラスメートを攻撃したのも、あなたの姉妹を消したのも全部私。いや、私はあなたなのよ、アイビー。違う、違うの。後ろに下がって。あ、闇のアイビーだって。グレイシアス・マキシマ。力を合わせれば。みんな大丈夫。僕たちは仲間なんだ。セクタム・センプラ。
モンスターブック。エルンペント。インセンディオ。ユニコーン。アンティポディオ。覚えてるよ。うわ、こんなに消されちゃってる。モンスターブック。強いね。セクタムセンプラ。バンバン。なんか更新されてるっぽいよね。インセンディオ。エルンペント。モンスターブック。セクタムセンプラ。ユニコーン。まあ、この犬が結構辛い。インセンディオ。よし、あ、まだか。わあわあわあ。バンバンから。セクタムセンプラ。エルンペント。インセンディオ。何が起きた？アイビーが助けてくれた今。やった、倒せた。でもどういうこと？なるほどな。この部屋は必要なものを与えてくれると言ったな。お前は自分の善悪を確かめたかった。だから闇の魔女を作り出してお前を試した。そして乗り越えた。それは善の側だって証拠だろ。この1年間、私たちを助けるたびにそれを証明してきた。何度もね。ありがとう。すごく嬉しいよ。やっぱり彼女に何が起きて、なぜ私の記憶がないのか確かめたい。みんなで力を合わせればきっとできるよね。アイビー、友達だろ。一緒に真実を突き止めよう。うん、そうよね。でもひとまず外に出よう。おやおやおや、こんなところで何をして。何でもありません。そのまた迷ってしまって。それで私にはそうは見えん。言い訳なら校長先生に話すがいい。先生もきっと詳しく話を聞いてくださるだろう。俺たちも校長室行こう。うん、私たちをかばってくれたから行こうか。
大層なお話ですね、ミス・ウォリントン。全部本当です。私が覚えている限りでは。ええ、確かにあなたの話にはいくつか抜けている点があります。以前あなたが失踪した際、保護者と連絡を取ったのですが、どうやらその方が真相をご存知のようですよ。おばあちゃん？おー、アイビーよ、許しておくれ。私のせいなんだ。真実を隠すことでひどく傷つけてしまった。お前は全てを知る権利がある。あの時あなただけが入学することになって、あの子は怒っていた。あの子にも入学許可が出ていたのに。大丈夫だよ、私を信じて。でも一緒に学校に行くはずだったのに。ウィニーを入学させまいとしたのはマグルの父さんだった。あの子は怒ると魔法を制御できなくなることがあったから、父さんは誰かを傷つけることを心配したんだ。先生に相談する。お父さんが先生たちと話せば考えが変わるかも。意味ないよ。お父さんは私のことなんかどうでもいいし、みんなもそう、アイビーだって。そんなことない。私ウィニーを大事に思ってるし、学校だって一緒に行きたいよ。ならどうして私を置いてくの。やめてみ、そんなことしたら。ええ、アイビーも学校に行けなくなるかもね。そうなったらそのトランクもいらないよね。ダメ、エヴァネスコ。あれは事故だった。ウィニーはトランクに魔法をかけようとして間違って自分にかけてしまったのさ。あの子は消えて、あなたはパニックになった。お姉ちゃん、いや、帰ってきてよ、謝るから。あの時あなたは一人怯えて傷ついておった。いたたまれなくなってあなたに忘却呪文をかけた。でもウィニーの記憶をすべて消すつもりはなかったんだよ。お姉ちゃんは帰ってこられた？いいや、思いつく手段は試したがどれも成功しなかった。魔法省に連絡をしたが、あの子は見つからなかった。アイビーよ、絶望的な状況でも私は諦めない。ウィニーはどこかにいる、必ず見つけるよ。うん、信じてる。でもなんで私はエヴァネスコなんて使うことができたの？私が教えた呪文の中の一つさ。あなたも魔法をうまく制御できなかったから、私はできることをした。あなたは上達したが、ウィニーは違った。私は指導者に向いていなかったのかも。とんでもない、ウォリントンさん、あなたはお孫さんをよく導いてくださいました。通常ならば未熟な魔法使いが上級魔法を使用すれば精神の負担になってしまいます。どうやらミス・ウォリントンは良き学友によって正しい導きを得られたようですね。みんながいなかったら今も迷ってた。じゃあ私退学にならないの？ええ、そうです。先ほど魔法省に連絡を取りました。魔法省は今回の件を事故だと判断しています。あなたほど優秀な生徒を失うことは私たちにとっても残念なことですから。さて、これで一件落着ですね。あの、質問があるんです。アイビーにペンダントを渡したのは誰ですか？私だよ。アイビーからウィニーの記憶を消し去りたくなかった私は、大切な記憶を残して真実をペンダントに封じた。そうすればウィニーがアイビーの心にずっと寄り添えると思ってね。だが記憶の保存を急いだせいでペンダントの記憶は不鮮明になってしまった。うん、大丈夫。おかげで私は真実が分かった。
それで十分だよ。アイビーよ、手は尽くしたのだ。どうか許しておくれ。大丈夫だから、おばあちゃん。でも、これからは思い出すのを手伝ってね。たとえどんなに辛い記憶でも、お姉ちゃんのこと忘れたくないから。ああ、もちろん。約束するよ。じゃあ引きに行くよ。ですよね。あれどこ？ん？え？噴水？どっちだろう？エクサだろう？え？どこ？あ、ここか。これだ。ここにいたのね。うん。ブラッチャーを見なかった？え？ブラッチャー？クイディッチ競技場にないの？大抵はそうだけど、ビーターになるためにバッティングの練習してたら力を入れすぎちゃってどっか行っちゃったんだ。もしかして何か呪いでもかけられてたのかな。とにかくケビンはこの辺りに飛んでったって言うんだけど、見つからないんだ。ここに来る途中、何かが船着き場に落ちてるのを見た気がする。それなら今すぐ行こう。はい。焼けた匂いがする。いいこと？何これ？可愛くない。尻尾爆発スクリュートね。あなたの勘、冴えてるね。で、どうする？きっとハグリッドのところから逃げ出したんだ。空から追い払うのはどう？小屋の方に吹っ飛ばすの。いい考えがあるよ。え？あの、追い払う。かかってこい。バットさえあれば尻尾爆発スクリュートなんて敵じゃない。ん？面白い。目をつぶってても楽勝。バンバンカナル。ん？インセンディオ。エルンペント。モンスターブック。自分がないとみんな大丈夫。僕たちは仲間なんだ。ハグリッドの小屋の方に逃げてく。よかったね。後でハグリッドに言わなきゃ。ペットがまた逃げ出してたよって。とりあえず今日はありがとう。なんかバッティングの面白さに気づいちゃったかも。
私ビーターになろうかな。ボールを競技場の外に打たないって誓えるならいいかもね。そこは気をつけるよ。あ、飛んでいくの。飛んでいくみたいです。引っかかってる。これどういうこと。マジか。何これ、やば、余っちゃってるかもしれないな。マジか。もうさあ、いけた。うん、向かってないよね。うそ、降りれない。降りれた、よかった。結構ハマったりするよねこのゲーム。はい、喋ってないけど。なんか喋ってないね。ここにあるの。あー、なんかあるよ。はい、調査。いや、これも違うか。これか。音出てる気がするな。失敗？どういうこと？本当に失敗した今。これどこが、どこがいいのかわからないね。これも勝利なんだね。
あれ、何やどこ行っちゃったの？え？あ、いいのか、報告でいいのか。あれ？前に向かいロッティと会話する。今度ロッティ？ん？声出てなかったね。なんだろう？ロッティがどこにいるの？あ、いたいた。ん？え？ダメ。あ、喋ってる。どうしたの、ロッティ。ピンとこない？はい。ここならインスピレーションを得られると思ったのですが、何も収穫がありません。何か手伝えることはある？ありがとうございます。あ、では、あなたが見る世界の様子を教えてくれませんか？さっきのバグだろうね。日常生活を他の角度から観察すれば何かひらめくかもしれません、うん、どうやって教えればいいの？あなたがここがいいと思った景色を撮ってきてくれますか？はい。私はその写真であなたが見たものや何か感じたものを知りたいのです。まずは黒い湖をお願いします。周りを散歩すれば、はい、素敵な景色に巡り合えるはずです。どこだそれ？ん？あ、これか。お、遠い。え、どここれ？すごい。水がちょっと。え、どこ？これ？え？うん、ここでいいのか。ロッティの言う通りだ。ここは確かに美しくて静かで、うん、だけど水の中にはどんな生き物が住んでるのかな。え、戻る。え、これ V ボタンで戻れるのかな。あ、戻れないね。また引っかかってる。え？うん。おかえりなさい。どうでしたか？見てみて。はい、どうぞ。どうかな？なかなか素敵ですね。では、別の場所の写真もお願いできますか？はい。次はどこがいいの？クイディッチ競技場近くの廊下はどうでしょうか？廊下ですか？あの廊下は高いところにありますから、ホグワーツ全体の景色を眺めることができるんです。それを見るたびに自分の小ささを思い知らされます。そうそう、夜そこで星空を眺めるのも格別ですよ。気になってたところだ。任せて。あ、やっぱり飛んでいくんだ。おー、結構近いよ。ん？この廊下は第二次魔法使い対戦中にボロボロに、ここから見るホグワーツ城はと、え？あれ？まだ？通りそうで通れないね。おかえりなさい。取れましたか？はい。今回は自信があるよ。と言っても元々の景色が素敵だからこんな美しい写真を撮れたんだけどね。本当に綺麗ですね。なんだかインスピレーションが湧いてきそうな感じがします。
でも、まだ足りない？あなたの見る世界を詳しく知るために人物の写真も欲しいのです。あなたは他人のことをどう思っていますか？私はあなたが撮った写真でその答えを知りたいのです。それはとても面白いことだと思います。そうですね、人が多い場所で写真を撮ってきてくれませんか？大広間とか？そうですね、今度行くときついでにお願いします。わかったよ。これは移動になる。向かないんだ。これ2倍？あー、いいね、これ。はい、私目はちょっと眠そうだね。そばにいるとなんだか私も想像力が豊かになった気がするよ。インスピレーションというのは芸術家にとって必要不可欠なものですが、魔法使いにとってもそうなのかもしれませんね。ついてきてください。何を言っているか説明します。何？ナイトだ。みんな大丈夫、僕たちは仲間なんだ。モンスターブック、セクタムセンプラ、花ハッカのエキス、グレイシアスマクシマ、エルンペント、私の言う通りでしょ。小さなインスピレーションでも大いに役立つのです。いろいろとお付き合いいただきありがとうございました。またいろいろなところから刺激をもらう旅に出ましょうね。いいのかな。ああ、あ、見て、新学年予告ムービーを見るってなった。え？移動中。Let me tell you about something special that's been lost at Hogwarts.
If you listen to the portraits of the horns, sometimes they whisper about a map. Surprise! Think about it. I think the it's like everything has been designed to get her to this spot. Not sure. Look out! It's not a trap. Surprise! Think about it. It's like everything has been designed to get her to this spot. Look out! I need to get out! Serious, we're going to be in tennis. Everything you took. Students, run! Get out! Thunderstorm. All the pain you caused. It's mine. My father. このところは1年生2015年で2年生は英語の日本語字幕らしいですね。It's mine. 日本語音声もね追加される予定もあるみたいなこと言ってました。ミッション確認しまだあるのかな。ちょっと待ってください。これって F1 かな。 Sunshine, Daisy, Buttermellow, turn this stupid... これでもないよ。どうだった？ん？ どこかで見れるんだよね、確か。あれ、どこだったかな？ ん？ 今いくつ目？ショップじゃないか？違うなあれ、え、バレヤナギ、あ、え、え、例えばこれかな。うん、あ、これ終わってるよね。これで、ね、鍵、赤い鍵もらって、あのガチャ引けるんでね。あ、これが1の5だ。で、今2の1ですね。はいはい。今、そうだね、1の5個あって2の1に行くところなのかな？あ、これ侵入制限ってね。はいはい。はい、じゃあね、今回はここで終わりたいと思います。次回は2の1になるのかな？はい、と思います。はい、じゃあまたです。バイバイ。